剣ごときがまたしても反戒よいか。太閤の牢獄を拒んだ反逆者とも言う。そっちこそお宝が神様気取ってないで黙って壊されなさい。愚かな、まだわからんか。貴様らの行動は救いになどならん。なぜ我が聖杯でありながら神だと思う？どういう意味？選ばずとも良い自由、考えずとも良い自由だが、皆が誰かに肩代わりをさせた気でおれば、実際は誰もしておらぬのが当然の道理。そこに広がる巨大な歪みを誰が引き受ける？その答えがあなただというの？いかにか、つまりは人間自身が聖杯に支配する神であれと望んだのだ。それを拒み続けるならば、もはやこの世に貴様らの居場所などないものと心得よ。だからどうした？あくまで抗うのか、誰からの称賛も得られぬとしても。周りの方がどう思うかに縛られるのはずいぶん前にやめました。そういうこと？従わぬというなら今一度受けるがよい。我が秩序を乱す賊どもに裁きの鉄槌を。手を出そうというのか？我は大衆の願いを叶うる者、大衆の願いの声を。まずはあの輸血のチューブみたいな補給線をなんとかするぞ。じゃないと終わりがない。ただし相手もそこは分かってる。真正面からやっても邪魔される。誰か一人切るためだけに送り込まないと無理だ。そいつが切ってる間、邪魔されないように残ったメンバーは攻撃して注意を引いてな。補給線を切るのが最優先ね。私が行くのね。任せて。任せ。私が、うん、私が行く。私が行くのね。任せて。よし、実行する。ヘルス！こいつ手ごわい。気をつけて。ペルソナ。統制こそは大衆の幸福、それを分からぬ愚者には滅びを与えねばならぬ。気づかれてないわね。この隙に進め。ペルソナ！
大衆は無尽蔵にいる。その願いと力が我を永遠にする。だったらこれが大衆の望みよ。切る。どうよ、見たか。ん、囚人どもの力が流れ込んでこん。反逆者どもへ。回復手段は潰したな。あとは真っ向勝負だ。やれ。ペルソナ。はい。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。ペルソナ。ここでペルソナだ。ついにやったか。どう、目標沈黙したけど。もしかしなくてもやべえだろこれ。これはどうなってる。これが真の姿。こん
人間の無意識よりいいでし、管理者。統制の神、ヤルダ・バオット。ありえねえぞ。ビールかよ。聖杯の時点であんだけでかかったのに。管理者の役目は人間を正しい発展に導くこと。そして人間の愚かさと対抗が示された今、それを粛清するのは神の役目。てめえがってな出来レースだったじゃねえか。愚かな大衆は強い人間を受け入れない。怠惰な思考をまき散らし、世界を退化させていく。人間に任せておいては緩やかに破滅するのに、もはや公正などとは生ぬるい。彼らは悪人なわけじゃない。そう、彼らの多くは善良な市民。しかし彼らは目の前の一本道を行くしか能がない。なぜなら悩むこと、選択することは苦痛が伴うからだ。道の先が破滅の崖だとしても考えず進むだけ。そんなものは理性なき獣の群れと同じだ。てめえで勝手に理想を押し付けて勝手に失望してるだけだろ。神のくせに思い込み激しいな。人間のためというのなら、人間に倒されるのもまた本能では。我は世界を支配し統制する存在。世界の未来は我の采配次第。歯向かう者は天よりの刑罰を下す。桁違いすぎる。こんな奴に勝てるのか。最高の展開じゃねえか。本気出してきた神が相手なんだぜ。これ以上の大物がいるかよ。まったく、いくらなんでも大物すぎるのよ。気合で涙。みんなと一緒ならできる。当然。神を倒して優秀の美化、芸術だな。要はぶっ倒しちゃいいんだよな。まったく、最高にバカな連中だぜ。お前たちと組めて我が輩幸せだったよ。我が輩たちの未来、そしてこの世界、取り返してやろうぜ。余裕もなく慈悲もない。我が統制に歯向かう反逆者、破滅せよ。こいつが全ての勉強だけど、みんながいる。絶対倒す。フッ、やめよう、愚か者。ペルソナ、
これでどう？銃を下ろせ。エルトだ！これもまた私。我は解き放つ色欲の大罪よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が与えた狂気は破滅を呼ぶのだ。腕が生えた？ありゃ、銃を持ってんのか？これは罰である。やめよう、愚か者。色欲に支配されてる。うまく動けなくなるかも。ここでエルソナだ。やっちゃおうぜ。やめよ、愚か者。我は解き放つ虚飾の大罪よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた義兄が破滅を呼ぶ。死が貴様らを捕らえよ。奪え！これもまた私。我は解き放つ暴食の大罪よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた我欲が破滅を呼ぶよ。断罪し、ペルソナ使うなら気をつけろ。いつもより消費が大きくなってるぞ。よし、いつもより消費が大きくなってるぞ。くらいなさい。はい。我は解き放つ憤怒の大罪よ。
人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた劇場が破滅を呼ぶのだ。今度は本を持ってるぞ。警戒を怠るなよ。警護を与え。無駄に怒りまくり状態だ。落ち着けって。小賢しい。怒りに支配されてる。言うこと聞いてくれ。引導を渡す。やめよう愚か者。怒りまくり状態だ。落ち着けって。はい。我は解き放つ強欲の大罪よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた執着が破滅を呼ぶ。これは罰である。ヘルス奪え。クイーンが空腹状態。攻撃力が大きく下がってるよ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた炎者が破滅を呼ぶのだ。死が貴様らを捕らえよう。嫉妬心に支配されてる。仲間割れしちゃうかもだぞ。いただいていく。無意識の深淵が破滅を求めるのだ。人間よ、お前に逃れる術はない。何時その罰に打たれ。そして破滅の門をくぐるがいい。なんかとんでもないのが来る。気をつけて。やるよ。スピードアップ。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。こっちも大技で仕返しだ。エルトラ。よし。
しない。ご覧よ、飛ばせ。ノアルも攻撃をかわした。断罪する。ノアルも攻撃をかわした。これは罰である。死が貴様らを捕らえよう。やべえ、刑を与える。今攻撃したら反撃される。ここは慎重に行け。そこか。我が統制はこの世界の真理なり。こいつ強え。神だって言うなら人間を理想に導けよ。それができないから滅ぼすんだろ。自分の存在を誇示するために。だから監視してたんだろ。大衆の反応が気になって仕方なくてさ。そんなとこだろうな。何百年生きてんのか知らねえけど、極めつけの老害だな。どこにもいるよね、こういうの。たわごと。何これ。くそ、見えねえ。そんなにこの世界から消したいの。みんな、世界に見捨てられた汝らに、もはや居場所はいずこにもなし。やられるわけにはいかねえよ。私たちが負けたら世界が立たなきゃ。力が。私ももうここまでなの。統制には一かけらの不足も許されてる。やっぱ無理だったのかな。途中までは面白かったのに。神様と人間だもんね。聞こえるか、大衆の声が。神に背く汝らを嘲笑っておるな。人間など欲望の塊でしかない。これでは世界など衰えるが道理。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを味わうがよい。させない。希望の芥を集めた従者か。そのような卑小なるもので我が企みを覆せるわけもない。人間の希望だって欲望だ。そいつをなめんなよ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だろうと屈しない。たった一人になっても立ち上がり、最後まで戦い抜く。そして絶対、絶対に世界を奪い取る。なんだよこれ、なんなんだよ。
どうにかしろっつってんだろ。警察だろ。落ち着いて、落ち着いてください。先輩どうなってるんですか。ダメだ。世界を奪い取る。これなんだっけ。怪盗団。怪盗団だ。確か。まだ諦めてないんだ。こんな状況までなんとかできるのか。さすがに無理だよ、こんなの。やっちまえ怪盗団。なんだこいつ。今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。怪盗団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 。聞こえるか。お前も怪盗団に惚れた口か。そうです。ひょっとしてあなたも。まあな。俺らだけじゃねえみてえだ。これでも期待してんだぜ。絶対勝てよ。応援すれば勝つならいくらだって応援するし。こんだけ人の心を掴んでんのよ。負けたら承知しない。私には分かります。あなたたちならどんな運命にも抗える。君たちは今まさに変革を起こしている。行け。前を向いて戦い続けるの。私もそう教わったから。ずっと応援してきたんだ。今までもこれからも。あなたたちこそ最後の希望。どうか。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て。負けんじゃねえ。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。いっけー怪盗団。頼んだわよ怪盗団。最後まで私は君たちを信じる。聞こえるだろ。お前がバカにしてきた人間の声が。お前の支配なんて誰も望んでないんだ。そうだろ。負けるな。そうだろ。期待させたんだから頑張れ。もう一回認めてあげるぞ。なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気はしない。まだ夜直し終わってねえぞ。そんなこと消されちゃう。言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。いいぞ怪盗だ。世界を創造するのは神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義や信念を貫く。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後の最後で曲げるなよ。一緒にあいつを倒そう。神様よ、愚かな人間が祈ってるぜ。この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。
力を扱い損ねた。愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。何？でかっ！こんな巨大な力、まさかペルソナなのか？ありえねえ。なんだあれ。あれも怪盗団の仕業なのか？マジすげえ。いいぞ怪盗団！愚かな。これだから人類は。バカな。めちゃくちゃ強えぞ！怪盗どころか大魔王って迫力だぜ！超かっけえよ！なるほど。神が悪さするんなら、悪魔の王で退治してやるってわけか。トリックスターにふさわしい最高の始末だ。ジョーカー、我がハイラの力と人々の希望全てを託すぜ。奪え、サタナイル。なんという力。この我は全ての大衆の願いより生まれた神を超えるか。これが真のトリックスター。イゴールめ、ざれ言ではなかったか。お宝じゃねえ。なあモナ。世話になったな。モナちゃん？モナ？人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。はい。お前たちのおかげで役目を果たせた。全部モルガナのおかげだったんだね。
憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい？ここももうすぐ消える。帰るとするか。なんだこりゃ。これは。雨が止んだ。見て。認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべてだからこそ世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。モルガナ、モナないのね。異世界ナビ、メメントスも消えちゃったのね。モナにはもう会えないんだな。大丈夫、もう分かってる。何暗くなってんだよ。モナに笑われるっての。そういえば大衆は、改心はできたのか。デート遅れちゃう。クリスマス一人か。よくわからないね。このままだと総理不在で年明けだろう。この国大丈夫か。でも指導はないですよ。黒い噂いろいろありますし。どうなるのかな。うまくいくといいけど。信じましょう。お姉ちゃん約束してくれたんだし。こっから先はケンジさんらの仕事か。異世界に入れないのなら怪盗団もお役御免だな。寂しいね。だから暗くなんなって。せっかくあんなでけえのに勝ったんだろ。そうだな。今は勝利の美酒に酔うべきか。まあうちら高校生だしお酒飲まないけどね。じゃああれする。こういう時全員でやるやつ。ああエンジンのこと。みんなで輪になっておーってやつね。
悪くないかもな。渋谷のど真ん中で人いっぱいだが。マジかよ、今ここでやんの？なんだリュウジ、ノリ悪いな。見損なったぞ。今さら何を失うと言うんだ。一緒にすんな、失うものくらいあるわ。うん、さっさとやんぞ。ほら手出せって。やっぱり目立ってない？早めにやろ。ちょっと小さめの声とかでもいいし。しまんねえな。まあいっか。したらお前号令な。やっぱこういうのはリーダーじゃないとね。リーダーが声出してから全員でオーナー。行くぜ、せーの。オー。なんかちょっとすっきりした。終わったって感じ。そうかもね。よく考えたら緊張の連続だったし、少しはゆっくりできるといいけど。雪だ。寒いわけだ。ひょっとしてホワイトクリスマス？まだイブよ。クリスマス、すっかり忘れてた。ともかく今は様子見ね。今日はこのぐらいで解散しましょう。明日ルブランに集まって報告を兼ねた最後の会議ってことで。そうするか。ねえ、じゃあクリスマスだし最後の打ち上げしない？いいなそれ。予定のあるやつまさかいねえよな。じゃあ決定。店を貸し切りにできるようマスターを説得しておいてくれ。頼んだぞ。ではまた明日だな。私宗次郎心配だから先帰るぞ。私たちも帰ろうか。世界を救った英雄がイブに一人なんてね。ちょっといい？まずはありがとう。頼みを聞き入れてくれて。これで世論が変わってくれればいいけど。変わるのよね。そうよね。誰も成し遂げたことのない世直しだものね。でも変わると信じているわ。指導は様々な罪を告白した。逮捕まではそれでいける。問題はその先。廃人化事件は異世界との関連が証明できないと有罪は困難。率直に言うわ、警察に出頭してほしい。指導を有罪にするにはあなたの証言が絶対に必要。でもそれはあなたを表舞台に立たせることになる。あなたは一躍この国を救ったヒーロー扱い。そんなこと警察や検察が許すはずがないわ。出頭すればあなたは確実に逮捕される。指導周辺の事件を解明するため私は動く。全て明るみに出すつもりよ。二度と世間が歪まないようにね。それをあなたも望んでいるでしょう。もう一度お願いするわ。あなたの意思で
警察に出頭してほしい。その必要はないですよ。あなたは？実行犯がいれば彼に出頭の必要はないはずでしょ。安心してよ、本物だから。さっき彼にその必要はないって言ったわよね。どういうつもり？言葉通りですよ。指導の罪は僕が証言します。それでいいね。そうだよ、今回は裏があるわけじゃない。強いて言うなら借りは返す主義ってとこかな。ひとまず出頭する意思があることに関しては信じるわ。助かりますよ。ごめんなさい、さっき話したことに関しては忘れてちょうだい。彼は私が責任を持って連れていく。もう大丈夫というつもりはないけど、これできっと事件は収束に向かうはず。いや、向かうようにしてみせるわ。呼び止めちゃってごめんね。どうしてもあなたと過ごしたくて。本当に？よかった。あ、そうだ、どこかでディナーでもいかが？じゃあ行きましょ。どうしたの？だし、恋人同士だもん。手をつなぐくらい普通だよね。お願いします。ドキドキしちゃうね。じゃあ行こっか。どこも満席だなんて。考えてみれば今日みたいな日は予約しなくちゃ難しいよね。誘っておいてごめんね。うん、さすがイブ。でもせめてケーキだけは買いたいよね。行こう。これはちょっと難しいかな。すみません、クリスマスケーキが欲しいんですけど。はい、ございますよ。やっぱり。え、ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。本当ですか？でしたらぜひお願いします。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。びっくり、こんなことあるんだね。それ関係あるのかな。ううん、あるよね、きっと。ケーキ楽しみだね。あのね、それ帽子なの。まだ寒いし
それつけて一緒にお出かけできたら嬉しいな。うん、行きたいところいっぱいあるの。喫茶店巡りとか楽しみだな。あ、ほらクリームついてたよ。こんなに楽しいクリスマス初めてかも。あなたに感謝しないとだね。私と一緒にいてくれてありがとう。強くなったみたいだね。とっても素敵。私ね、クリスマスはいつも一人で過ごすか付き合いで退屈なパーティーに出るかだったんだ。だから初めて知ったクリスマスってとっても幸せな日なんだね。あんまり幸せすぎて夢なんじゃないかって思っちゃうよ。そうだよね、全部うまくいってる。あのね、今日は遅くなるって家の人に言ってあるの。だからあけちが？昨日お姉ちゃんから聞いたの。明智くん自分で警察に出頭したって。一連の実行犯としてね。生き延びていたんだな。明智くんが生きてて自分から出頭して、これでよかったんだと思う。明智くんが生きてて罪を償えるなら悪いことじゃないよね。だな、今は喜んだ方がよくね。うん、せっかくのクリスマスだし思いっきり楽しまないと。私が許可する。今日は好きなだけ騒げ。許可出すのは俺だけどな。ま、多少は多めに見てやるが、ほどほどに。よっしゃ、メリークリスマス。聞いてねえな。まあいいか。おお、壮観だな。先に言っておく、俺は料理を持ってこれなかった。その代わり皿洗いは任せてくれ。美しく洗い上げてみせよう。普通にみんなで片付けよ。で、誰が何持ってきたんだ？私、そのシーフードのマリネ。うん、うまっ。私は好みが分かれるかもって思ったけど、あのチーズ。うわっ、靴下の匂いすんだけど。うん、うまっ。うまっ。よかった。これ黒缶ブッシュだよね。すごいかわいい。それ私が作ったんだよね。プチシュー買ってきて積んだだけだけど。食べるのが惜しい仕上がりだ。やはり甘いものはあんだな。けどそれだとこっちの箱は誰の？おお、これもスイーツっぽいな。ちなみに私じゃないぞ。あー、俺だったり。リュウジがスイーツ。スイーツ、スイーツ。おい、んだその意味ありげなリアクションは。ほら、ちょっと意外だったから。リュウジってどっちかっていうとお肉、チキンとかのイメージだったし。リュウジがチキン。あ、ごめんね、変な意味はないんだよ。あ、
マジなフォローやめて。余計傷つくす。俺の話聞いてた？ほらほら落ち込まないの。せっかくみんな揃ってのパーティーなんだから。みんな、モナちゃん、言わないようにしてたけどやっぱり考えちゃうよね。モナがいてくれればな。呼んだか？ああ、ちょうどお前の話を。はあ！え、ちょ、嘘、消えたよね。消えたのは異世界の方の我が輩だけだったみたい。じゃあ何？猫として現実に残ったってこと？目が覚めたらこの姿で渋谷に放り出されてたんだ。すぐにここまで向かったんだけどよ、意外と時間かかっちまった。そうならそうって言えバカ。心配したんだから。たく、じゃ俺からもサプライズだ。さっきの話じゃねえけど、資金用意しといたからよ。テーブルにスペースあるか？おお、さすがご主人。何もかもが絶妙なタイミングだ。始めようぜ、打ち上げ兼我が輩の帰還パーティー。調子に乗るな。ようやくいつも通りだね。なあ、